ね、コースを作る時というのはまず僕らの取材チームが行きます。特に高精度のレザースキャナーは本当に路面のサーフェスの粒々まで撮れるので、まあ、そういった撮り方をします。確かなリアリティが感じられるようなレベルに達したんじゃないかなっていう気が個人的には思っています。いろいろな光、いろいろな空気、そういったものによってコースって本当に全く違った装いを見せるので、ファンタジー、リアル、まあ、両方含めての話ですけれども、まあ、僕はやっぱりニュルブルクリンクのコースは好きですね。このニュルブルクリンクを走ってる時というのは、なんか普段僕らが生きてる世界とは違った世界に自分がこうジャンプしている、そういう実感があります。プレイステーション。